ちょっと一旦このロゴの位置色もね。こう気になるな。 A 型なんすよね僕。こういうの気になる。すげえ。さあもはやさ、これこうなんじゃない？九州。これ900はセンターってこと？確か1800とかだよね。もはやこうなんじゃない？ちょっといいや、一旦この辺で。すごい始まった感あるな。一勝二敗って感じだよね。一番大事じゃない、もはやここって。海洋が多、今まで4人中3人火曜が。で、1人は伝説なし。てかさ、巨人音が良くないとかある？まず。ブリジラスにもヤバチョさんにもヤバソチャ、ちょっとフロレから投げよう。でまあ巨人音無難に出しとくか。でミライドにしよう。これが物理か特殊かだ。一旦ニードルガードで様子見しよう。ラスターカンノン。でもアイアンヘッドとかも持ってる可能性あるから、ね、まあ参っちゃうか。まあ多分巻かれたくないって感じなのかな。もう一回負ける、なんかさえなければ。うん、そのわだち、うん、あんま関係ないね特に。
まあ、しゃあないか。積んでこなければ。嫌だな、いろいろ。まあちょっと、ああ結構これ。こっちの方の居住音が最近なんだろう、使ってないしちょっと弱く感じちゃうな。鉄壁がないのが結構きつく感じちゃうな、あっちに慣れてて。これ終わったらちょっともう一個のパーティーでやろう。ん？一応してる。うん、これが強いみたいな。こういうテンションでステルがあると強い。いや、裏にミライドンいるけど、テラスで塩漬けのがいい気がするな。てかさ、これですらもしかしてワンパンな可能性ある。うわー、え？いや、てか特殊ですよね多分これ。え、誰が耐えられんのあれ。今一つにしないと無理じゃない、もうあれ、あの感じって。巨人音でこれでしょ。ああ、だから多分あの巨人音の代わりに僕レジスチル使った時あったんですけど、レジスチルって特防もすごい強くて、でも巨人音と違ってあのなんだろう、状態異常がね食らっちゃうんですよね。巨人音は清見の塩があるから防げるけど、でもあっちはないから、まあ、すごいことになってるの。完全になんか未来ドン対策これ。なんかさ、太陽が強いんじゃないこれ。すごく、とても雷テラスって、あ、じゃあ電気テラスって、そうだよね。あ、やばい。海王がじゃない人とも戦いたいな。暇人さん
対戦ありがとうございました。で、まあそうだな、もう一個のパーティーの居住音使いたいな、とりあえず。